リティハウスを作ったけど、クモリンが鍵をなくしちゃったから出られなくなっちゃったじゃん。もうどうするのさ。アンツルでないサンサン殿、拙者こんなこともあろうかと外に出られる仕掛けを作っておいたでござる。え、本当？っていうか、なんで忍者？このセキュリティハウスは忍者屋敷になってるんだ。屋敷のからくりを全部解いて進んでいけば、特別な忍法が発動して外に出られるんでござる。なんだ、それなら早く行ってよ。忍者くもり天才ゆえに、それに部屋の中にいればとりあえずは安心。やー、出たー！
この部屋は…最後の部屋だ。この部屋のからくりを解けば外に出られるよ。やったー。どうやってからくりを解くの？呪文を唱えて忍術を発動させるんだ。忍術？すごい。その呪文は…呪文は…忘れちゃった。
れ刑務所へ。ああ、うんちが喋った。トイレ刑務所って何？トイレ刑務所とは、おトイレがちゃんとできていない子は絶対に出られない最強のセキュリティのトイレなのだ。トイレの試練をクリアするんだな。しょうがない。ガンガン一緒に頑張ってトイレから脱出しようね。僕は巻き込まれたんだけど。それじゃあ一つ目の試練、おトイレした後まずバナナを食べる、丸バツどっちだ？こりゃあもちろん丸に決まってるでしょ。答えはバツ。おトイレした後は手にたくさんバイ菌がついてるから綺麗に洗わなくちゃいけないよ。その通り。それじゃあ次の試練もファイティングファイティング。あのうんちの人何なんだろう。あれクモリン、そのトイレットペーパーはどうしたの？これはここから取ったんだよ。わあ、なにこれ。あ、もしかしてクモリン、トイレットペーパーたくさん使った？うん、手にぐる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 って。クモリン、トイレットペーパーを入れすぎるとトイレが詰まって水が溢れちゃうかもしれないよ。え、そうなの？それじゃあここ開けなくちゃ。そうね。したよ、よくやった。第二の試験はクリアだ。やったー。次で最後の試練だ。うんちやおしっこをしたら水で流す、丸バツどっちだ。またクイズ？でもこれは余裕でしょう。これは絶対丸でしょ。バツだもん。クモリン、あれ、ほら、うんちは流さないのが正解なんだよ。なんでこっち？だんだん、あれは僕のうんちだ。ちゃんとトイレできない子は絶対に逃がさ。大正解！うにゃー！うわー！あれ？ここは？僕たち、トイレ刑務所から脱出できたんだ！やったー！お、緊張が解けたら、うんち出ちゃう！あー、すっきり！ちゃんとお水で流さなきゃね！かなりお尻拭くのは？そうだ！
ナも持ってくれるんだ。え、そうなの？家で悪さをするゴキブリさんや他の悪い虫さんを捕まえてくれるんだ。確かにゴキブリさん見なくなったような。そっか、クモさんやるじゃん。よし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 。わー、噛まれちゃったよ。しつこく触ったらダメだよ。ごめんなさい。まずは傷口を洗おう。噛まれたところはしっかり洗って冷水で冷やそう。このクモさんは毒グモさんじゃないけど、中には毒を持っているクモさんもいるから、その時は噛まれたらすぐ病院へ行こう。ちっこくしちゃってごめんね。あ、そうだ。どこ行くの？秘密の隠し場所があるんだ。隠し場所？え、もしかしておもちゃ箱の中？近づいてきたのかも。このままじゃ夏には悪い虫さんだらけになっちゃうよ。そんな、だから部屋はいつも綺麗にして悪い虫さんが来れなくなるようにしよう。あとクモリン、匂いの強い食べ物は部屋に置きっぱなしにしちゃダメだよ。気をつけます。クモさんも驚いちゃってごめんね。よし、クモリン、それはおやつのバナナは隠しますか。そうだ。あー、バナナちゃん、クモリン、お絵かき紙芝居始まるよ。紙芝居が好きな子はグッドボタン。いくよ、サルカニ合戦、始まり始まり。昔々、お腹を空かせたカニのクモリンは川の近くで食べ物を探していました。食べ物、食べ物はどこだ？怖いってば。すると近くでバナナが落ちているのを見つけました。わーい、バナナみーっけ。そうクモリンが喜んでいると、向こうからお腹を空かせた猿のノイズがやってきました。ふう、腹が減ったぜ。柿の種なんて食べれねえし。羨ましそうにバナナを見ていたノイズは、おい、この柿の種とバナナ交換しねえか。この種を植えて育てればいっぱいの柿が食えるぞ。本当に？バナナ一本、柿がいっぱい。どうしよう。クモリン落ち着いて。でもやっぱりバナナも食べたい。クモリンは大きく口を開けました。クモリンらしいね。その時です。俺様のバナナだ。なんとノイズが無理やりバナナを奪ってしまいました。そいつを植えて柿でも食うんだな。そう言ってノイズは帰ってしまいました。僕のバナナちゃん。クモリンは家に帰って種を植えてみることにしました。よーし、いっぱい柿を食べるんだ。頑張れクモリン。はーやく目を出せ柿の種、僕に柿をくださいな。バナナもいっぱいちょうだいな。バナナは出てこないから。するとどんどん芽が伸びて、一
つの大きな木になりました。わーい、これで食べれる。すると落ちてきた葉っぱをパクリ。もぐもぐ。うげ、苦い。それ葉っぱだもの。もっと水あげなきゃ。はーやくみんがなれかきの木よ、僕はお腹がペッコペッコだ。お腹が空いて倒れちゃう。クモリン！クモリンが寝ている間に柿の木にはいっぱいの実ができていました。柿の実はとっても甘くて美味しそうです。目が覚めたクモリンはびっくり。わー、柿がいっぱいだ。美味しそう。よかったね、クモリン。しかし柿を取ろうとしてもカニの体じゃ木に登れません。ぐぬぬぬぬ、届かない。クモリンが困っているとノイズがまたやってきました。なに、いつの間に大きく育ってるじゃねえか。取れねえなら俺様が取ってやるよ。本当に？猿のノイズはスルスルと木に登りました。なんか怪しい。するとノイズはもぐもぐもぐ、甘くてうめえ。クモリンが育てた柿を食べてしまいました。何個でもいけるぜ。あー、僕の柿なのに。僕にもちょうだいよ。クモリンがそう言うと、うるせえ、これでも食べろ。うぎゃー。ノイズは硬くて青い柿をクモリンに投げました。ノイズひどい。残りの柿もいただき。ノイズは大きな口を開けて柿を吸い込んでしまいました。ちょっと食べ過ぎたぜ。お腹いっぱいになったノイズはそのまま帰ってしまいました。怪我をしたクモリンはそのまま家に戻って寝込んでしまいました。クモリン。しばらくすると家にハチのサンサンと栗のビービーとウスのソーダおじさんが遊びに来ました。クモリンを見てみんなびっくり。クモリンから話を聞いてサンサンは、力を合わせてノイズを懲らしめよう、そう言ってみんなでノイズの家に行くことになりました。ボクすごい。みんなは急いでノイズの家へ。ビービーは家の中を見ていました。ノイズはまだ帰ってきてないみたい。作戦会議をしようよ。そうだ、しばらくしてノイズが帰ってきました。あー、寒すぎるぜ。ノイズが火に近づこうとしたその時、オラオラ、焼き栗にしてやるぞこら。隠れていたビービーが火の中から飛び出しました。あっきー、ノイズは水亀に近づいてお尻から入りました。すると隠れていたサンサンがノイズのお尻をチクリ。いけー、悪いことはよしなさい。僕かっこいい。ノイズは慌てて家を飛び出しました。俺様が何か悪いことしたかよ。その時屋根で待ってたソーダおじさんが、ソーダノイズの上をめがけて落ちてきました。じゃあ助けて。なんとソーダおじさんの力は地面が割れてしまうほど。割れるところは思い切って書いてみよう。ソーダおじさん強すぎ。悪いことをするからいけないんだよ。ああ、参った参った。懲りたノイズは降参しました。もうクモリンに悪いことはしないと約束しました。そしてクモリンは平和に暮らすことができました。